やっぱり入る前はもうお客様とどんどん話してなんかいっぱいいろいろ楽しい思い出とか楽しい接客できたらいいなって思ってたんですけど、入ったらやっぱり入ったなりで対応の難しさだったりそういうのも日々感じてきて、下地あゆりと申します。2024年の4月1日、4月1日です。首里石鹸くもじ店、国際通りの店舗です。まずそうですね、私がもともと沖縄大学で観光についての勉強をしていて、観光業に携わりたいっていうこととすごい沖縄が好きだったので、沖縄のなんか何かを発信する仕事に就きたいって考えていて、その中で就職活動する中でこのフォーカスと出会って、まず第一印象として、あ、沖縄だってすごい感じて、あ、いいって思ったんですけど、それ以上にこの人事の方、香川さんっていう方がいらっしゃるんですけど、その方のすごい人柄が良くて、どんどん話していく中ですごいこの会社の方々みんないい方だってすごい感じて、それでその雰囲気でもあ、ここ行くって決めたのが大きいです。社内見学とかにも行ったんですけど、その時の会社の雰囲気もですし、その面接がすごい楽しかったんですよ。他にも一応受けたところあるんですけど、その受けた中で一番面接してるのが楽しくて、就職活動が楽しくて、そのグループワークだったりとか最終面接ですらすごい楽しくて、もう緊張なくなるくらいあーってなって、その時に決めました。そうですね、やっぱり商品についての知識がすごい多く深くて、説明の仕方とかもすごいお客様に伝わりやすい説明の仕方されてるなっていうのをすごく感じて、私はまだあ、なんだっけとかってなってしまうことがあるので、そういうところをまず商品知識深めて、お客様に分かりやすくお伝えできるようにするっていうことと、首里石鹸のファンとだけでなく私のファンも作れるようなアドバイザーさんになりたいです。